大野が狙っている、キーパーと1対1になった。栃木勝ち越し、大黒雅史今日2点目。相手からボールを奪ってキーパーと1対1。今のシーンです、まあ、こういうミスっていうのは逃してくれないですね、はい、うまいな。ニアサイドを向いてますけれども、いやこれは絶対取れないですね、はい、アウトサイドで外側から巻いて、うわ、このシュートの技術ですよね、はい、本当レベル高いですね。元日本代表です。